マイケル・オーウェン・ローゼンバウムは、アメリカ合衆国の俳優、声優。アメコミ作品との関わりが深く、ヤング・スーパーマンでのレックス・ルーサー役やアニメ版、ジャスティス・リーグのフラッシュ役として知られる。1972年7月11日、ニューヨーク州、オーシャン・サイドに生まれ、インディアナ州で育った。ローゼンバウム家は、ドイツ系アメリカ人の家系であり、 またユダヤ系ドイツ人の移民者でもある。ローゼンバウム自身も都会のニューヨーク州から牧歌的なインディアナ州に移り住んでからはユダヤ教徒として信心深く生活していたという。父、マーク・ローゼンバウムは薬剤師で母、ジュリー・ローゼンバウムは作家だった。家族は両親以外に兄弟姉妹が複数おり、また両親が後に離婚して、 それぞれが再婚したことから系譜ママ母もいる。インディアナ州ニューバーグの公立学校、ジョニー・エイチ・キャッスル・ハイスクールを経て、ケンタッキー州、ボーリング・グリーンに設置されている、ウェスタン・ケンタッキー州立大学に入学した。大学時代は演劇を専攻する傍ら、学生団である、シグマ・アルファ・エプシロンの支部に入会している。大学卒業後は、ニューヨーク州に戻って、 役者活動を続け、1997年からはいくつかの映画やドラマに脇役として出演するようになり、徐々に若手の個性派俳優として注目を受け始める。2001年、クラーク・ケントの若き日を描いたヒーロードラマ、ヤング・スーパーマンで宿敵であるレックス・ルーサー役として出演した。ローゼンバウムは作品中で原作のレックスと同じボールドヘアーとして、 髪を剃ったスキンヘッド状態で役を演じている。冷徹だが真偽は守る若きレックスが親友クラークとの愛憎を通じて徐々に悪の天才となっていく姿を熱演し、2002年にはサターン賞の助演団優勝を受賞している。その後もシリーズが長期化する中でサターン賞やティーンチョイスアワードなどで幾度もノミネートを受けるなど、 レックスルーサーのイメージに新風を吹き込む活躍を見せたが、第7シリーズをもって一度作品から降板している。2011年、ヤングスーパーマンの最終シリーズで、レックスルーサー役として再登場し、出世作となった作品の完結に花を添えた。他に、ヤングスーパーマン出演中、俳優としてではなく、声優として、 他のヒーロー作品と関わっていることでも知られている。2001年から2006年にかけて、ローゼンバウムはアニメ版ジャスティスリーグでフラッシュの声を担当し、2005年に放映されたティーンタイタンズでもキッドフラッシュの声を受け持っている。2009年、バットマン、ブレイブボールドでデッドマン役の声優として出演した。現在もドラマや映画、 アニメ作品への出演を続けており、2015年からは、コメディドラマの、インパスターで、主人公のバディ役で出演している。ボールドヘアのローゼンバウム、マイケル・ローゼンバウム・バイオグラフィー。2009年2月4日閲覧。クラウス、ハゲ、スモールビルインタビュー。2012年7月10日時点のオリジナルより、アーカイブ。2009年2月4日閲覧。 http://www.tcm.com/.tcmdb/.person/.523348%7c0、マイケル・ローゼンバウム、http: エボビル、クーリエ、ビレックス .com、ビド、メセニー <m 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 ・フィルズ・ルッサ・ビッグ・シューズ・カーズ・マイナス3億7291万1838、アーカイブされたコピー。 2014年2月1日時点のオリジナルより、アーカイブ。2014年1月31日閲覧。リネット・ライス・ジェームズ・ヒバード、スモールビル・スクープ、マイケル・ローゼンバウム・ウィル・リターン・ォーシリーズ・フィナーレ、ew.com。2011年3月10日閲覧。スモールビル・エス、マイケル・ローゼンバウム・ツー・スター・イン・ TV ラント・コメディ、インパスター。 t h e h o l l y w o o d r e p o r t e r h t t p w w w h a r i y w o o d r e p o r t e r c o m live, feed, smallbillsmicrozenbumsterTV-712,649 ありがとうございます。